ハイウェイスターチャンネルプレゼンツ、寺田志保100の質問ということで、早速答えていきたいと思います。心の中にある喜びだとか幸せっていうものをどんどん音に乗せて演奏して、それを皆さんと共有できていったら最高だなと思ってます。あなたの前世は宇宙人で惑星を爆破しましたって言われたことがあります。やりたいと思ったことを自信がないな、でもなとか言って言いながら、やらないっていうことだけはやりたくないなと思ってます。はい、寺田志保です。藤村志保さんという女優さんがいて、おばあちゃんが好きだったらしく、そこから志保っていう名前をいただきました。志保さんとか、志保言うの恥ずかしいけど、志保リーヌとか志保っちとか多いです。誕生日5月9日です。子供からもらった、お誕生日のおめでとうってお手紙が一番嬉しかったです。宮崎出身です。宮崎は何と言っても自然が豊かで、もう美しい青い空とやっぱ海ですかね、あと鮮やかなグリーンが、自然が自慢です。はい、B 型です。楽観的だと思います。くよくよしないところ、くよくよしない代わり楽観的すぎて何でも結構行き当たりばったりなところかな。ウォーキングです。まあ時間があるときにお料理するのは好きです。チョコレートとかケーキとか甘いものを好きです。絶対食べれないのバナナです。白と黒が好きです。自分がやるのはこうスノボー、ウィンタースポーツだけど、それだけであとは何もやらないです。はい、タイに行きたいです。ポテトチップスです。ゲッターズ飯田さんの占いをよく見てます。名探偵コナンが大好きです。完全朝型です。ああ、これカタツムリ絶対苦手です。ごめんなさい。半々ぐらいかな。結構家も外も好きです。本当に何も持ち歩かないで、だいたいスマホだけプランってかけてどこでも行ってます。お風呂にゆっくり浸かることです。意外と絵を描くのがうまいです。念ずれば花開くっていう言葉を小学生の時に学校の先生からいただいたんですけれども、願っていればいつか叶うよっていう意味で、私の座右の銘にもなっている、本当に忘れられない言葉です。寝ている時です。違う、寝ようとする時、もう寝に入る瞬間超幸せです。動物ものとかのなんか見ると涙が出ます。両親ですね。これちょっと自分じゃわからないんですけど、占いに行ったら、あなたの前世は宇宙人で惑星を爆破しましたって言われたことがあります。メガネです。普段コンタクトなのでメガネ必需品です。はい、週休4日にしたいです。これは透明人間か瞬間移動か迷いどころですね。はい、工藤新一です。コナンの本当の姿大好きです。これは普通にのんびりしてると思います。私は宇宙人で惑星を爆発したっていう占い師さんに、私の前世を聞いて同じこと言われるか聞いてみたいですね。やりたいことは何でもやろう。何してたかな。なんか旅行とか海外好きなので、ノマドウォーカーワーカーとかで、結構海外自由にバッグ一つでお仕事しながらいろんな土地を旅する生活をしていたら素敵だなと思います。
音楽はやっぱりこう元気になるところですかね。癒されて結果すごい元気になります。夕方なんか晩ご飯の準備終わったりとかっていう時にほっかりした時に聞いてます。エド・シーランです。一番難しい曲はコズミックフロントネクストのテーマ曲のエンカウンタイムスペースという曲です。めちゃムズです。カラオケはねもう聞くのはすごい好きなんですけど絶対に歌いません。とピアノもし私の曲を弾いてくださる時はもう感情移入して美しいなとか悲しいなっていうその気分を全て鍵盤に乗っけて弾いていただけたら良いかと思います。サラオレインちゃん今すごいなと思ってよく聴いてます。歌も上手いしピアノも弾けるしバイオリンもすごい上手だし作曲もするし注目してます。私のおばあが、ピアノの先生をしていたのでそれで始めました。やっぱり作った曲で聴いてくださったお客様がすごく元気になったとか励まされたとかそういう声をいただけた時が本当に続けてきてよかったなと思います。徳永英明さんの風のエオリアです。この頃はほとんど映画のサントラを聴いててゴーストとかターミネーターとかそういうサントラ音楽にハマって聴いてました。そうですねやっぱクラシックは土台なのでクラシックですかね全般。一番好きなシングルは映画のグラディエーターのエンディングで Now We Are Free という曲で、アルバムはやっぱりサントラなんですけれども映画ピアノレッスンっていう中のこうサントラアルバムが大好きです。一番好きです。はい、デパーチャーです。私の初めてのミュージックビデオなのですごく気に入ってます。坂本龍一さんです。ノーミュージックノーライフって感じですね。もう作るぞと思って部屋にこもってやってる感じです。なんか適当に悲しいシーンとかの劇版だとしてもなんとなく悲しい曲じゃなくて本当に悲しいっていう心が音になるようにそこを探るっていうことを丁寧にこだわってやってます。これはやっぱり自分のデパーチャーというジャケットが今は一番好きです。お父さんはお父さんっていう年齢全然離れてないんですけれどもやっぱり私ジャムプロジェクトの影山博信さんでお母さんが奥井さんでお兄ちゃんがダニーさんとか遠藤さんとか福山さんだったらすっごく楽しいだろうなと思います。キーボードはちょっとね二択で迷うんですけれどもまあリック・ウェイクマンかな。はい、ベースはジャムバンドの山本さんですね。大好きなんです。ドラムはやはりジャムバンドの秀樹ですね。はい、ギターはイングウェイですね。でボーカルは私です。最強です。はい、なんか普通な人っていう感じだと思います。寺田さんの音楽ですごく元気になりましたとか勇気が湧きました一歩踏み出せましたっていう言葉が一番私は嬉しいです。はい、一番表現したいことはやっぱり心の中にある喜びだとか幸せっていうものをどんどん音に乗せて演奏してそれを皆さんと共有できていったら最高だなと思ってます。覚えてないです。でも多分絶対猫踏んじゃっただと思います。これはもうね私多分ね物心つ 3,4 歳から即興で作り始めたんですけど初めてタイトルもつけて楽譜にもした曲は小学校1年生で静かな雨という曲を作りました。コーヒーを飲むことです。メロディー降りてこいと思って静かにしててふーってくる感じです。D4 というインストユニットをやってたんですけれどもその頃に作った楽曲は結構どれも思い入れがあります。はい、よくかっこいいねって言われて
そっかと、ちょ不思議な気持ちなんですけど、でもかっこいいって言われるとなんか嬉しい気持ちで、なんか得した気分になります。周りにもアーティストの素敵な方がいっぱいいて、なんか身近に会話をするときにね、すごい刺激を受けれることがとっても嬉しいです。ないです。ギターです。エレキです。これはその楽器と一番仲良くなることだと思います。やっぱ楽器好きだなと思って弾くこと、はい。デパーチャーっていうアルバムの中の、プレイっていう曲は結構時間かかった記憶があります。最近ドラえもんの宇宙交響曲だったかな、一番新しい映画見に行きました。バレリーナか、なんかピアノの先生とか思ってました。ガラスの仮面っていうね、漫画大好きです。今でも読んでます。ピアノとエレクトーンだけです。得意科目は国語、苦手科目は算数、体育です。あ、もう絶対コツコツやらないで一気にやる派です。中学生の時は合唱部で、高校生は帰宅部です。これは大学時代なんですけど、ビオラダガンバってビオラをね、の副科で楽器を取って合宿に行って1日8時間ぐらい弾かされたけど、嫌になってもう手が痛くて、はあ、私にはこれ向かないなと思って合宿の途中で帰ってきたことです。初めて学生、大学生の時に回転寿司でアルバイトしたことがあります。まあ楽観的なところは変わってないかなと思います。あんまり挫折と思ったことないですね。コンクールに小学校1年生から大学3年生まで毎年欠かさず出続けて、だいたいいいとこまで行くんですけど、なんか全国大会の銀賞止まりっていうのがずっと続いたことは、ちょっと心が強くなったかなと思います。あんまり後悔した記憶もないです。そうですね、やっぱり大きいコンサートホールでコンサートしたいですね。やりたくないことは、やりたいと思ったことを自信がないな、でもなとか言って言いながらやらないっていうことだけはやりたくないなと思ってます。はい、私のファーストアルバムデパーチャー、5月にリリースになってます。ぜひ皆さん聴いてください。10年前の自分には、ああなんか楽しい毎日を送ってきたねって、10年後の自分にも変わらずこのまま進んでいようねっていう感じです。はい、去年ね、私初めてハイウェイスターパーティー出させていただいて、初めてこう、いつもは見る側だったりとかバンドとしてサポートでね登ってるような感じだったのが、初めて、ちゃんと出るっていうところでとっても新鮮だったし、緊張もしたんですけれども楽しかったです。はい、今年は私2回目ですので、大いにリラックスして楽しんで盛り上がりたいと思います。自分のコンサートだとやっぱりこうちょっとしっとりだったりとか、心にゆったりと語りかけるようなテイストが多いかと思うんですけれども、ハイウェイスターパーティーはもうとにかくこうみんなで楽しくなろうっていうね、で音楽で元気になろうみたいなのがすごく赤のイベントとして楽しくて、そこがまた違うかなと思います。精一杯楽しみたいと思います。皆さんぜひ一緒に盛り上がりましょう。はい、体を冷やさないようにすることをすごく気をつけてます。具体的にはよもぎ蒸しに行ったりとか、なるべく温かいものを飲む食べるっていうことを気をつけてやっています。ルナさん、どうしてそんなにお顔がちっちゃいんですか。ルナさん、ぜひなんかピアノとルナさんのお歌でコラボができたら嬉しいです。そういう機会があるのを楽しみに待っています。はい、皆さん、寺田志保、5月に CD
リリースしまして、まだね活動が始まったばっかりのひよっこなんですけれども、ぜひ応援してください。皆さんの心に響く音楽をお届けできるように、私も精一杯楽しんで演奏していきます。これからコンサートもたくさんしていきますので、ぜひ聴きに来てくださいね。ということで、寺田志保100の質問でした。またねー。